一応保湿クリームを塗っときます。すいませんね、始まる前にやりなさいよって話なんですけど、はい、ということで、やっていくんですけれども、まあどうしようかどうしよう、何から喋ろうか。パンダさん、ハートありがとうございます。しゃっくりが、まあ、ドバンの話もしたいんですけど、ちょっともうちょっと人が集まってからがいいなと思うので、うるさいって言われそう、どうしようかな。パンダさん、ピンクの服ありがとうございます。ヤッチンさん、ピンクの服ありがとうございます。昨日は終わってから昼と夜にいただいたお弁当を爆食いしましたペコリはい、爆食いした。もう本当にすごい、なんだろう、めっちゃなんか、特に当日はなんですけど、私は食べちゃったらすごいお腹がねポッコリ出ちゃうタイプの人間なんですよ。その食べたすぐ、食べた後すぐ、胃が下にあるからなのかちょっと分かんないんですけど、そう、なんか胃下垂の人ってお腹出るよみたいに言うじゃないですか。そういうタイプの人間で、でも胃が下にあるのか上にあるのかとかも知らないんですけどまあとりあえずそういうタイプの人間なので、まあいろいろあって、ユニットがねちょっとお腹がチラリっていう衣装のユニットだったので、ちょっとできなくてっていうかその食べることができなくて、そうだからちょっと食べれなかったんです。だからもうその分をがっつりサプライズレバーさん、ピンクの服たくさんありがとうございます。ありがとうございます。パンダさん、赤い服たくさんありがとうございます。サプライズレバーさんがめっちゃピンクの服くれる、ありがとう。そう、ということでゆで卵一つではい、本当に朝からゆで卵たった一つで頑張りました。はい涙そう、涙です。キサスト光栄さん、ハートありがとうございます。タカさん、赤服ありがとうございます。サプライズレバーさん、赤い服たくさんありがとうございます。体力は1日まあ持ちましたね。持ったから今日今元気ここにいる。でもなんか毎日それをやるから毎日ゆで卵1個だったわけじゃないのでそこら辺なんだろう、まあ、ちょっと抑えてはいたけど、そんなめっちゃ食べてたわけじゃなくて、ちょっとは抑えてたけど、でも、まあ、いつもよりは食べないぐらいの生活をしてて、そう、でもさすがに毎日ゆで卵1個だったら死んじゃうから、そう
でもお腹に優しいものとかを食べたりしてましたね。はい、多めに。ヨーグルト食べれないそう、なんかなんだっけあれ、お茶漬けとか、そう、お腹に優しくて食べやすいもの、サラサラしているから。どうなの、食べやすいんですかでもはい、もう解放されて、もう今日は朝から、あ、まあ、朝起きなくて朝起きなくて、え、なんかマネージャーさんから電話があって、今日えと思って、朝、まあ、そんな早くないんですけど、朝ちょっとぐらいに、そう、えと思って、何と思うじゃないですか。え、私なんか今日会ってなんか仕事遅刻したんかなって思って、めっちゃもうめっちゃ焦って、あ、お疲れ様です、はいって言って、めっちゃマジ寝起きで出たんですね。そしたらなんかその、全然全然今日のそういうなんて言うんだろう、お仕事とかそういうことじゃなくって、また別のなんかリクアワーかなんかの、あ、違ったかな、現チームコンサート、わかんないけど、なんかのなんか対比がなんちゃらでなんちゃらでなんちゃらでみたいなそう、全然全く違う、今日のことじゃない、全く関係ないことで、あ、よかったと思って、なんか今日仕事すっぽかしたかと思ったと思って、めっちゃ焦りましたね。うん、でもそれで起きちゃったそう、その衝撃で起きちゃった。まあ、うーんって感じですかね。はい、うーんって感じですかね。これで察してください。うーんって感じ。うん。人数が多いから。この間のっていうか、昨日のドボンライブに比べたら、マジで。人数が何倍にも膨れ上がるのでね、はい、ともゆきさん赤福ありがとうございます。三重の名物赤福、ギャローさんミラーボールありがとうございます。あ、待って、ピョンムービーじゃない、ピョン、なんだっけあれ、送ってから歌っていい、メール、もうこんな時間だった、え、もう10時なの、衝撃。今日はレッスンじゃなく、あ、うん、なんかレッスンではあったんですけど、でもそんななんか朝早くからのレッスンではなくって、でもそんな遅くまでのレッスンでもなかったから、帰ってこれるくらいの時間でみたいな感じくらいの時間でした。はい、そう、でもやっぱ人が多いと、私ほんと人が多いのがすごい苦手なんですよね。そうなんだなって改めて今日感じました。うん、すごい人が多くて今日は、
ゆうごさんミラーボールありがとうございます。ちょっと待ってね、2個分ちょっと待っててね、ありがとう。ちょっと待ってね、メールだけ送るね。満員電車もまあ確かに苦手ではあるけど、なんだろうな、こういうなんか人っていう時に、そのずっといてなんか喋、なんか満員電車って別に喋んなくてもいいじゃないですか、自分のしたいことをしてればいいけど、なんか人とそれこそダンスとかだったり、なんか覚えることがあったり、人と合わせることがあったりとかっていうことがあれ待って、私って AKB 向いてないとっても苦手でして、はい、そうなんですよ。パンダさんハートありがとうございます。キャンです。スミちゃんハートありがとうございます。キャンです。マックミックさんハートありがとうございます。あ、なんかこういう状況だからってわけじゃないです。そう、こういうなんかなんて言うんだろう、こういうこういう状況だから、その人が喋ってるのがなんかマスクしてないとかそういう話じゃなく、そういうマスクしてるしてないとかそういう話じゃなくって、普通にこういう状況じゃなくても人がいっぱいいるところが苦手なんですよ。イエイ。ドラッグエローさん赤服ありがとうございます。タケニーさんハートありがとうございます。そうだから、でもなんかやりたいことをやるには自分が苦手なことも乗り切らなきゃいけないと思うので、別になんかそれがめっちゃやりたいこととの、やりたいことと自分が苦手なことととの比重、バランスがすごい、全然もうめちゃめちゃいい、苦手なことなんかすごい得意としてないことがもうドーンってあったら嫌だけどそう、でもそういうなんだろう、本当にやりたいって思ってることだったら、そういう苦手なこととかも乗り切らなきゃいけないのは人間誰でもそうだと思うので、やりたいことだけをやってるやつなんていねえよって感じなのではいまあ、いるかもしれないけど、でもその裏にはきっと何か別の我慢とかは絶対あると思うし、まあ、そういうことだけをやってる人は多分周りから誰もいなくなっちゃうかもしれないっていうのはあるので、そう、やりたいことをやるには頑張らなければいけないのです。103日間違えた、1003日ありがとうございます。栗野大吾さん、赤服ありがとうございます。
これ変えよう。さあということで、結構いい時間になったんじゃないでしょうか。まあ人もさっきよりはいるんじゃない。ということで、ドボンライブの振り返りをしていこうと思います。イエーイ。さあ何から、もう台本の上から言っていいですか。ここに台本があります、メンバー用。はい、こちらからいきますね。もうこの上からいきます。はい、まずはハマカーンの浜谷さんが出てくださって、表彰式がありました。年間ランキング大賞司会進行していただきました。ありがとうございます。で、推しメンランキングと、何ですか、ドボンプレイ回数ランキングと、ドボン回数ランキングと、ドボン回数とスキップリバースドロー2ドロー3勝率の、まあ、いくつかの部門が6つ7つの部門があったわけなんですけれども、これもメンバーも分かってなくて、そうなんかしていいのかな、メンバー用って台本って書いてあるくらいなのであれなんですけど、こうやってなんちゃらさんってしか書いてないんですよ。だから多分スタッフさん用の台本には書いてあるんですけど、そうでもメンバー用の台本には書いてないので、本当に誰が選ばれるか分かんない。推しメンランキングとドボントップ、ん違う、ドボンプレイ回数の方は一応その順位は知らされないけど、でも順位は知らされないけど出る5人だから出る10人、推しメンランキングとドボンプレイ回数の方で出る10人だけは言われてて、そうこの10人が出るので、まあ、9人なんですけど、私2個あるので、イエイ、ありがとうございます。はい、まあ2個あるの、2個あるので、まあ、その9人はスタンバイしといてくださいみたいな感じだったんですよ。だからもうどこで呼ばれるかもわからないし、誰がないかっていうのも分からなかったので、あとはスキップとかリバースとかドロー2ドロー3ドボンドボン勝率とかは本当に分かんなかったので、なんかドキドキでした。はい、でも6個中6つのランキングに入って、しかも4つ1位を獲得しの、2位と5位が1つずつということで、本当にありがとうございます。はい、いやまあここに関しては別に特に言うことはないので、本当に自分頑張ったって褒めてあげたいなっていうのと同時に、まあこの推しメンランキングか1位獲得回数に関しては本当にファンの皆さんが頑張ってくれたっていうのはあるんですけれども、それ以外は自分頑張ったな偉いよっていう感じですかね。すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。はい、なんか結構金額が少なくないみたいな話が結構出てるんですけど、でも考えてください、ただゲームをしているだけでそうやってプレゼントがいただけるってなんて夢のある話なんでしょう。はい、ありがとうございます。
そうですよ。なんて夢のある話なんですか。そんな。ありがたい。まあ強いて言うならちょっと合計金額はちょっと言わないでいただきたかったなっていうところはあるんですけど。でもまあ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 リアルなお話ありがとうございます。はい。さすがに言うとは思ってなかったです私も。はい。いや6つ獲得でねおめでとうございますとかで終わると思ったら、まあここでは言わないですけど、うーんって言われて、お言っちゃうのと思って。だ多分それもスタッフさん用のあれには書いてあったんですよ。そう。うん、びっくりでした。まあとりあえずいただきます。ありがとうございます。まあでも言ったからにはいただけないとダメですからね。ください、ちゃんと。ちゃんとください。よろしくお願いします。まだもらってないので。はい。でまあマクリンさんハートありがとうございます。1曲目はファーストラビット、君の背中、清純フィロソフィー、どんどんどんと3曲だったんですけれども、いかがでしたか。いかがでしたか。まあまあ、私もねちょっと匂わせてたのであれなんですけど、まあ、1曲目はそりゃファーストラビットで来るよなみたいな。うん、まあ、1曲目から湧いてくれよっていうのはちょっとみんなには言ってたので。うん、そうです。なんか中盤の曲とかは結構出てたと思うんですけど、その誰がこれを選びましたみたいに出てたと思うんですけど、実はこの曲もファーストラビットは私が、君の背中はなぎちゃんが、青春フィロソフィーはなぎちゃんじゃなくて、セナタンがっていう感じで、あのなんていうのリクエストした曲でして、まあこれを選んだ理由としては普通にもう私ハーピョンが1位取ったんだからこれでしょっていう自分の感じですね。はい。まあそれは普通にありますけど。普通にそうですね、これをやらせていただけたことにまず感謝でございます。ありがたい。めちゃめちゃだって1曲目って何来るんだろうってやっぱきっとドキドキしてると思うんですよ皆さん。でもいやこれでしょ。うん、しかもこれを煽り、私が煽らせていただいて、最初の煽りセンターも一緒にさせていただいて胸熱でした。はい、胸熱でございました。そしていや奈々さんとね隣でこうやって歌って前に出たんですけど、もう好きって思ってました。はい、ごめんなさい。ごめんなさい、何も言わないです。いやもうリハの時からこう包容力のあるおててでした。はい。はい、もうはい次。照れんなよ。
照れんな照れんな。はい、次ですね。君の背中、なぎちゃんがセンターだったんですけど、私もいいところで踊らせていただいたんですけど、この曲は本当に何だろう、こういうなんか本当にが折り面じゃないっていう感じで踊るのは初めてだったっぽくって、本当にこれをリリースした当初しか結構披露してなかった曲っぽくて、その先生もダンスの先生もなんかこの曲を作った人じゃなくて、もうすでにそうそうそうっていう感じで、すごいなんかもうこの今後もしこの君の背中をやるってなったらこの振り V が使われるんだろうなみたいな感じですね。本当にそんな感じで、でなぎちゃんになんでこの曲やりたいっていう思ったのって聞いたんですよ。やっぱさ、なんかさ、わかるんですよ、私がファーストラビットとかさ、セナタンが青春フィロソフィーとかわかるんですけど、君の背中をなんかなぜだろうって思って聞いてみたら、なんかめっちゃ好きなんだよねナギみたいな言われて、可愛いと思ってそう、もうそれだけでありがとうって思いました。はい、なんか本当に振り V も、振り V だけじゃなくて、私最後の最後のリハの時まで間違えてたところがあって、実は最後にみんな後ろ向いて歩いてって、なぎちゃんだけ一人前向いて、みんな前向いてシューンっていう振りがあるんですけどそこがオープニング、イントロか、イントロではタン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 ターンで一回転するんですけど、アウトロではタン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 ターンで半回転しかしなくて、後ろ歩いてってテッテーンっていう感じなんですね。そうなんですよ。でもうリハのリハまでめっちゃもうずっと間違えちゃって、でも最後のリハは違うか、現地でのリハの時は間違えはしなかったんですけど、でももう本当に間違えたってずっと思ってたんですけど、本番はうまくできました、よかった本番はちゃんとできた、えらい、はい、ちゃんと後ろ向きました、ちゃん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 半回転、みんなが後ろ向いてんのに一人だけさ前、なんかなぎちゃんが間違えるのならさ、まあまあセンターだから分からんけど、ほぼでもなんか横のメンバーが間違えるのはちょっと分かるじゃないですか、バレちゃう、あいつ間違えたなって思っちゃうから、絶対間違えちゃダメ、後ろ向くんだ後ろ、よしって思ってはいそうです、もうとにかく頭は今っていうかそれでいっぱいいっぱいでした。めちゃピソさん、ギャローさん、ハートありがとうございます。そうでもめっちゃいい曲ですよね、君の背中。またあ、待って、ミラーボール2つ分忘れてた、歌います、やばい危ない、メール送ったら歌うねって言って忘れてた、いや忘れてたわけじゃないけど忘れてたまたミラーボールの時に歌いますねって言ってたけど忘れてた、やばい危ない危ない、泣いてみよそう辛いことはまだまだある、慣れておこうぜ、涙ぐしゃぐしゃの顔見せ合ったら何でも話せるね、ありがとうございます、ということでありがとう、何横チェックって何の話、何の話だ、そうです、まあっていう感じで
めっちゃとりあえずいい曲だなって思ったし、なんかもう私はできるのでもう君の背中できるので、ぜひいつでもエイトの方やりたいって言ってくださいスミちゃんズさん、サク太郎さん、ハートありがとうございます。なんか謎の謎の軍団が結成されてるんだが怖い、うん、クロポックルさん、ハートありがとう。竹兄さん、ピンク服ありがとうございます。そして次の曲、青春フィロソフィー。この曲実は私だけやったことなくてそうなんかスタッフさん、なんか本当にもう5曲ぐらい、6曲ぐらいかな、6曲ぐらい、もうめっちゃなんか1時間半で一気にやりますみたいな日があったんですね、一日。そうで、なんかまあ最初にファーストラビットやったんですよ。でもファーストラビットはもう全員やったことあるし、もう基本どこのポジションでも振りは一緒だから、そうだから、まあ、まあ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 みたいな感じじゃないですか。でめっちゃもう秒で進んだんですよ。もう一回もう確認もせず、ほぼなんか移動の動線の確認だけして、じゃあはい音で行きますみたいな。ファーストラビットも全然できたんですよね。でも青春フィロソフィーは、じゃあ青春フィロソフィーってあれ一回もやったことない、もうポジション違うとかじゃなくて一回もやったことない人いますかみたいな言われて、で手挙げたら私しかいなくて辛い。そう、まあ、4の人がいっぱいいたっていうのもあんのかな、もともと4経験してたり、あとはあの小島子さんのあれの時に多分選抜組はやってるんですよねっていうのもあったりとかして、あとあれです、フレコンでねドラフトの子たち、ドラさんの子たちがやったことあったりっていうのもあって、橋本やったことないよと思ってそう、あでもでもマジでちゃんともうそれは分かってたんですよ。なんかきっとやったことない人 2,3 人だろうなみたいなのが分かってたので、そうだからもうめっちゃもう YouTube とかもめっちゃ見たりとかそう、あとは普通になんていうの、振り V をめっちゃ見て、振り V で分からないとこ YouTube 手だけなんか細かいとことか確認してめっちゃ頑張って覚えたんです。だからそれもあって全然大丈夫でした。そんななんかちょっとこの子にビタミン C をあげますね肌荒れしてるところにビタミン C を注入します。なんかしかも先生がいないっていうのは知ってたので、そう、あとはここら辺肌荒れしやすいから、こことか、うん、そうだから振り起こし自分でやっていかなきゃいけないっていうのは分かってたので、まあ大丈夫だったんですけど、大丈夫ではなかったけど頑張ったんですけど、まあでもいい曲ですね、この曲も。青春の大変空を抜くまでは、ルータタ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 、いい曲。あれ今ドポンやってない、やってるよやってるよ、ほらほらドボンの端末が通ります。うん、だって2周年記念ライブに向けてやらなきゃ、やばいやばいからやらなきゃ。この間だってイベントチャケは参加して、私はね参加しなかったので絶対もうプレイ回数負けてるんで、やばいからやらなきゃうん、やってます。ってことで青春フィロソフィー初めてできました。でもこれでいつでも大箱のコンサートとかで、いつでもいつチーム4に行っても、いつ何時何があってもできるようになりました。青春フィロソフィー、やっぱ地起こしした曲ってね結構ね、どんだけ日が経ってもね頭に入ってるもんなんですよ。私ワンツースリーフォーよろしくっていう SKE さんの曲をめっちゃ前に名古屋で披露したことが、静岡だっけ、どっかで披露したことがあったんですけど、
その時もなんか結構エイトなんかエイなんて言うんだろう、 SKE さんの曲だからやばいマジ覚えていかなきゃって思って、そうめっちゃ頭に入れてったの、もう超こうやって覚えてたんですよ。そしたらめっちゃもう今踊れないけどもう踊らなくなって何年か経つからもう今は踊れないけど、どんなんだっけ、ワンツーあれワンツースリーフォーあれ、もうそれも分かんないけど、まあでも本当によろしくファイファイシシクセ、もう忘れたんですけどすいませんでもちゃんと一回動画見たら絶対踊れる、こういうやつでしょ、告白をてててててれてくださいワンツースリーフォーノリノリファイシクセ、あできる、私をてててててで、告白のパスワーチャン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 チャ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 、欲しいものはそりゃできました、はいでもそうなんて言うんでしょう、地起こしをしていった曲って結構踊れる、うん、どれだけ経ってもっていうのはありますね。青春フィロソフィー、あの AKB48 ショーでやってたやつめっちゃ見たうん、懐かしい。ということで皆さんこんばんは、 AKB48 トップ音選抜です。ついに始まりました AKB48 のトップ音独り占め1周年記念ライブ、今日は皆様のおかげで私たちはこのステージに立てています、本当にありがとうございます。あ、もうここら辺はいいんですよここら辺はいいんですよ全然で、まあなぎちゃんで、ドッポン川柳っていうね、自己紹介と一緒に私たちドッポン川柳っていう川柳をあの考えて披露したんです。でん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 って、そう、その私の川柳、知らない人何だと思いますか、私の川柳。いや当てようと思えば当てれるから、うん、多分知らない人もいると思うので、昨日来れなかったよとかいう人もね、まあちょっとこういう状況っていうのもあってちょっと行きたかったんだけどとかいると思うので、ぜひ知らない人、テーマはそうです、ドボン川柳なのでドボンについてです。ドボンについて、まあそうですね、ドボン全体的にドボンに関してはい、川柳なので五七五でお願いします。うん、でもいろんなあれがありましたね、うん、いろんな川柳のあれがありましたね。ひななさんはやりすぎてルールを変えた張本人とかあとはそう、それはねひななさんが一緒に考えたのでひななさんのを一緒に、そうチャケと3人で考えたのでめっちゃ覚えてます。みーもんさんのやつ、え、なんだっけ、ななさんのはめっちゃ覚えてる、あのヒカルンの十血絶対譲らないみたいなあー影武者のやつねあれねあれね、あれはちょっと言わないでおきますねはい、うん、
そうそう。まあ私の何だと思いますか？あ、いいね、ドボン危機、泣きスタンプで回避だぜ。え、めっちゃいいじゃん。マジ千里を考える能力あるわ。先に聞いとけばよかった。ここで何がいいと思いますって絶対それ使ったわじゃあ40分まで皆さん考えてください。え、本当に誰でも絶対思いつく。うん、なんかハルピョンって感じ。うん、ドボンしてピョンズのみんなライブ来たみんなじゃないけど、まあ確かにそれだわ正解だわえっと最初の5文字は本当にです。寝て起きてドボンをやって寝て起きて正解正解うん、マジ正解。本当に嫌でもあと2分考えろ本当にみんなのおかげで1位です。あ、まあそうなんだけどえ、いや、ちゃんと私は五七五です。10余りはゼロ。はい、ちゃんと五七五で書きました。本当に1位をくれてありがとう。本当に春菜のためにありがとう。まあ、ありがとうも正解です。本当になんちゃらなんちゃらありがとう。なんでしょうか。まあ別になんか全員そうじゃなくてもいいと思いますけどね。私はなんかああやって字余りする人がいても本当に何だろう、なんかそれもその人の個性だし、なんか16人いてもう全員が五七五で確実に綺麗に書いてきたら逆に気持ち悪いですからねうん、本当に他の女のカードおこ受ける。ということで、正解はですね、本当にドボンのおかげありがとうでした。はい、40分になったので正解を言ったんですけど、まあ、本当に何だろう、ドボンのおかげでファンの方が増えたっていうのもあるし、あの加入したから出たいってずっと思ってた AK ビンゴに出演させていただけたっていうのもあるし、なんかどうなんだろうと思って難しかったんですけど、ちょっとなんか言っていいのかなみたいな、なんか番組名とかTBS さんでさ放送されるっていうのも知ってたから、なんかどうしようと思って、まあ、一応番組名とか隠したんですけど、あとは東京 MX さんの、お寿司のねキャパイ飯にも出演できたりとか、そう17ライブさんのもう全部なんかちょ番組名を言っちゃうから、番組名そのテレビの会社とかを言っちゃうから、なんかいいのかなと思って一応隠しました。ちゃんと偉い橋本そう、まあ本当にそうやっていろんなお仕事をこういただけたのもドボンがあったからだし、まあ、もちろんファンの皆さんが頑張ってくれたっていうのは一番あるんですけどそう、でもなんだろう、ドボンのおかげでいろんな人になんか、まあいいよもう橋本春菜ってドボンのやつだよねって言われてもいいんですけど、もうでもそうやってなんか何かでそのキャラを作ることができたっていうのに関してはなんかドボンのおかげだし、こうライブがねゲーム頑張ってたら、なんか奈々さんに言われ、奈々さん
になんかすごいなんかどうしようって、なんかめっちゃ緊張してます、なんか緊張してるって聞かれて、緊張してますって言ったら、いやでも楽しんじゃいなよみたいな、だってゲームしてたらライブできちゃったってすごくないって言われてそう、まあでもなんかそう言われてなんかすごいそうだよなと思って、頑張ったんだからって思って、なんかいいなとはい思いましたね。とっても TBS チャンネルで放送するときはあのちょ何時からっていうのはちょっとあはなんか言っていいのかな、何時からは分かるんですけど、ただ自分の部屋でこの放送がねワンチャン入らないんですよね。え、入るのかな、ちょっとパパに聞かないと分かんない。そうだからもしかしたらその録画したやつをっていうのになるかもしれないから、ちょっとその実況っていうのになるかは分からないけど、いつかは絶対一緒に見ながら配信はしたいなと思ってます。はい、そうすごいなんか優しいですよね、ななさん。いいんだよ。ユイリンさんにも聞かれます。ユーナーさんってマジ脳みそまで意思疎通してるんですかね。ユイリンさんにも聞かれました。緊張してるって。ユーナーさんって絶対脳みそまでもう一緒。全部一緒。すご。相思相愛すぎる。聞かれました。緊張しなさそうって言われたんですけど、めっちゃ緊張してるよと思いながら、緊張してますって言ってました、はい、緊張しないわけないじゃないですか、あなたたちをあなたたちの前で踊ってるんですからと思いながらはいそうです、めちゃめちゃ、うん、ダスト光栄さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうちょっとリアタイのね実況はちょっと難しいかなと思ってるんですけど、いつかは一緒に見ながら配信はする予定なので、その時もぜひまたね、なんかそれこそ曲見ながらとかの方が裏話とかが、そういえばここがとかっていうのができると思うから、そうそう、朔太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。そうです、なのでぜひ一緒によろしくペコリどうぞ。でまあ私の川柳はそんな感じでしたね。でまあ今回ねテーマとしては、センターでやりたい曲ができます、組みたいメンバーとユニットができます、ファンの皆さん本当にありがとうございます、ドッポン一人占め一周年記念ライブ、テーマが長いんだ頑張って言いましたね、これはもうはい、すいません、頑張りました、とりあえず。テーマユニットアメピー、蜃気楼、十黒、ハート型ウイルス、キスキャンペーン、ジッパー、アイムシュア、デモデモの涙、コップの中の木漏れ日、アボカドじゃねえしアボカドなんですよね、アボカドじゃないからアボカドなんです、そうです、はい、合ってます、正解の10曲、私がそれでは今から10曲続けて聴いていただきたいと思いますって言ったら、みんなざわざわしたんですよ、あれは何のざわざわだったんですかあれは何のざわざわだったんですか、皆さん、え、聞きたいんですけど、
10曲も見てられないよっていうざわざわでした？それともいつもはやらないじゃん10曲はびっくりだよっていうただのそういうなんか驚きっていうざわざわだったのか、そんな見てられないよそんなにっていう驚きなのか、どっちだったんだろうと思って。びっくりのざわざわ、ノンストップのざわざわ面白すぎたですよね。あ、びっくり、じゃあ嬉しい意味のびっくりですか？別になんかなんだろう、みたいな、そんなには見れんよみたいなざわざわとかではなく、そんなやってくれるのみたいなざわざわってことで大丈夫そう。10曲連続イコール MC 少なめ確かにユニットなのでね。ペンライト振るの持つかなのざわざわ、おいそこは持て、頑張れここは頑張ってくれ。まあでもちゃんと頑張れて、皆さん頑張れてましたよ。わかんない、私が出てた時に見てたのは、私が出てた時は皆さんちゃんと頑張れてましたので大丈夫ですはい、まあこの中で私はジュックローネとパンとジッパーに出演させていただいたんですけど、いやもうジュックローやるって聞いた時、嘘だろと思いました。いや8メンいっぱいいるやん、やったことある人、なんで私やったって思いました。めちゃめちゃマジであの曲、あやなんさんがなんかツイートされてたの覚えてますかね。あのなんか過去一難しいでしたみたいな、曲のレッスンでしたみたいなのを、今日振り入れした曲今までで一番やばい、いつもやばいって言ってるって言わないでっていうツイートがねあったと思うんですけど、それに私いいねしてるんですけど、それをレッスンした日がちょうどね本当にジュックローネとパンの時で、もうなんならそれしかやってなかった日だったっていうのもあったりとかして、無理ですよねみたいな、もうそう、しかもゆいりさんとひなのさんがマジすごすぎて、私とチャケとあのあやなんさんでやばいみたいなとでもひなのさんがいてくださったからなんか楽しくレッスンができたっていうか、なんかもう覚えなきゃやばいって感じじゃなくて、なんかその私たちは違うんですけど、ゆいりさんとひなのさんの歌割りのところでパンやワインなんかより大切なものの前だな、いくばくのかの、お私そこ歌ってないからちょっと歌詞わかんない、まあ、落ちサビの最初らへん D メロっていうんですか、いくばくのお金、わかんない、そこらへんなんですけど、お金のところ、なんかお金を数える振りがあったんですよそうでそこもなんかもうひなのさんがお金数えてるんですかへへみたいな感じでやってらっしゃったりとか、他のところもそうだったので、もう本当に
なんかそのダンスの先生がお腹をこう切るような感じの振り付けみたいな、えお腹切っちゃうんですかみたいな感じで、そのひななさんが盛り上げてくださったから、すごい私もすごい楽しく頑張れたなっていうのがありますね。でも本当に10クロはマジで難しかった。そうなんかで、なんかエイトの公演の時と衣装が違ったみたいで、私たちが着てたのがなんていうんですかね、本家っていうかそうあのなんかエイトのあれは10クロはもう本当にエイト用にっていうか、エイトって本当に踊る子が多いっていうのもあって、なんかまあパンツスタイルだったりとか結構いろんな、あのあとは装飾とかを少なめにしたりとかっていうのがされてるらしくて、そうそうそう、エイトがもともとっていうか、エイトが公演で着てたあの衣装とはまた違う、私たちが今回着たやつが本当オリジナル、そうです、オリジナルのさや姉さんとかゆいさんとかが着てらした衣装で、私はその古畑さんのポジションだったので、古畑奈緒さん SKE ので古畑さんの衣装を着させていただいたんですけど、そう、その写真がね YouTuber さんだったら多分こちらって出すんですけど、私は手動で出しますねはい、ただ本当にあの755でも言ったんですけど、マジで光漏れしてなさすぎて、場所悪くて、あとはマジブレててっていう感じもあって、ちょっとちゃんと撮れなくて悔しい。こんな感じ全然見えん、まあ、いつかあの SNS に載っけます。はい、そうで全身写真とかも本当にもうマジで2曲で着替えなきゃいけなくて、 MC から、アメピと蜃気楼の2曲で着替えなきゃいけなかったので、写真もちゃんと撮れなくって、そう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 、でその後もね2曲でハート型ウイルスキスキャンペーンのあと2曲後のジッパーだったので、もう秒で着替えなきゃいけなかったので、ちょっとマジ写真がライティングも悪いしブレてるし最悪なんですけどはい、まあ755に乗っけますので見てください皆さん。まあ10クロももういつでも、あいつでもは嘘だけどまたやらせてくださいいつかって感じです。はいいや10クロはなんかあの横道がその劇場でやってた時になんかね泣いてたんですよ、覚えるのにめっちゃ苦労して、そうだからもう本当にだからもうやれないよって私思ってて、しかもなんなら私その時の公演の時のユニットはそこに当たんなくてよかったって思ってた人間だったので、できないよって思いながらやってましたはい、うん、そう、すみちゃんハートありがとう、キュンです、ありがとう、そうなんです。まあでも頑張ったよね、私褒めてほしい。えまさかだってさ、あのイントロが流れた時に橋本環奈が出てくると思いましたか、まず出てくるなんて絶対思ってないじゃんみんな、でしょ、絶対やるなんて思ってなかったでしょみんな。いたんですよツインテールの女が、はい、褒めて伸びる、頑張った、早く見たい、そうね、あと1ヶ月待って、出てきた瞬間涙出た出せ出せ数秒気づかなかった、かわいい。まあでも気づかないってことは普段の私のダンスを消してるっていう、かっこいい系のダンスっていうことってことですよね。はい、そうユイリーさんが10クロはセレクトされてましたね。もう次の曲の話の方がみんなしたさすぎて、私は10クロの話をもっとしたいんですけど、10クロはすごい頑張ったんだよ、もうとにかく頑張ったんだからね、
もうレッスンも遅い時間までやって、うん、本当に頑張ったんだから、もっと褒めてくれてもいいと思う。うん、次の曲には行きたくないから。次の曲には行きたくないから。この曲でできるだけあと1時間持たせる。スミちゃんズさんハートありがとうございます。本当にギャローさんミラーボールありがとうございます。これ確信犯でしょ絶対、投げようと。一生の親友だ忘れるなよ、ハイタッチしよう、ありがとうございます。さあということで次の曲でございますけども、ジッパーですね。まあどうでしたか。え、だから本当になんかやったことないかけるやったことないっていう感じじゃないですか、私的には。なんかまあジッパーも可愛い系ですけど、なんて言うんだろう、なんかちょっとヒュンエロンエロエロンみたいな感じじゃないですか。そうだから、いかがだった。なんか前に私がエイトの日でなんかちょっとなんかそんなエチエチな曲じゃないけど、なんかちょっとまあ布面積は少なめですみたいな人参の話をした時に、ジッパーですねみたいな感じのコメントが結構多くて、ごめんなさい違うんですよと思ってたら、まさかのこっちドボンライブの方でジッパーやるっていう。そうびっくり。しかも、 もうミーヨンさんとズッキーっていうもう細さんのねお二人とやるってなった時に、マジでもう1週間もなかったかなくらいあったんですけど、そのセットリストが決まってから1週間あったかな、忘れたけど、じゃあ10日ぐらいか、もうマジでもう何も食べないでおこうと思いました。はい、そう、まあさすがに食べたんですけどごめんなさい。無理だった、うん、さすがに食べた。もう本当に無理と思って、でもなんか謎に私の衣装だけ違って、謎なんですよね、なんかお二人の衣装はすごいちょっと布面積私のより少なかったんですけど、私の衣装なんか前にひらひらがあった。そうお二人の衣装はこんな感じで、ちゃんと見せるの恥ずかしいんですけど、布面積がもう本当にこんなんだったんですけど、私の衣装は謎になんかこの白いレースがついて、あとはパンツ部分にリボンもついて、そうなんでだろう、まあ、この写真もちゃんとどこかに載っけますね。うん、わかんない、どうせやるなら私もいらないよ白レース。それはそう。でもお腹は自信があるので、あったのでちょっとお腹を見せたかったですね。若い子の布面積少ないと怒ら、待ってズッキーの方が私より年下、あれ。おかしいな。まあいいんです、そんなことは置いといて、いつか載っけますねこちらのお写真も。これが普通なのかな、それとも YouTube ジッパーもめっちゃ調べたで、まあ、この曲の、あ、やべ、
もうこんな時間ウーバーイーツの CM 流れちゃった。この曲の衣装もあってちょっとネイルをね、まあポジションがねもう分かってたのでネイルをこう水色に。あ、もともとこういうやつなんだ。上西圭さんのだけレースがある。もともとなんだ。ね。でもなんか衣装ちょっと違うかな。ガーターとかがなかったですよね。NMB さんのと違うのかな。あ、あ、多分もともとなんだ。もともとですっぽいです。もともとですっぽい。なんかなんだろう、 NMB さんの衣装と AKB さんの、 AKB さんって言っちゃった、 AKB の衣装っていうのが違って、そうそうそう、多分 AKB のはこうレースがお腹の方についてる。っていうあれですね。うん。はい、そんな感じらしいです。まあそんな感じですね。はい、ということで、まあジッパーでした完結いや別にジッパーに関してはもう本当に語ることは全然ないんですけど、え、ジッパーをやるって聞いた時はだから本当に痩せなきゃと思いましたはい、ジッパーやったんですね私、やば。やば、え、私がじゃあジッパーで、じゃあさっきも10クロの時に聞いたんですけど、ジッパーを、ま、多分さミヨンさんがさ出てきた時にさもうジッパーだな衣装で分かったじゃないですか。の時にツインテールの人間がいてどう思いましたか？どう思ったんだろう。思考停止。きたーピョンおるー、マジでって思った、マジかってなった、分かった時にびっくりあーあーあー、やっちゃってやっちゃってはないんですけど別にうんどう思ったんだろう。まさか右側のメンバー見てと思ったツイッター見てフリーズした
そうですよね、まあ、絶対私がやると思ってないやんか。そうですよね、きっと。いや、自分でも思いましたもん。はい。やらんと思ってた。やっちゃったよ。撮影できなかったのが悔やまれる。でも TBS のチャンネル1さんで放送されちゃうから。エットの日でやりたかった。そしたらどこにも、もう会場に来た人だけだったじゃないですか。でも、もうか、放送されちゃうからね。やば、もうやったからには無限ループしてください、逆に。はい、そうしてください。って感じで、私はユニット曲「ジュックロ」と「ジッパー」をやらせていただいたんですけど、一つだけ言いたいことがあって、なんか結構まあ結構っていうか、まあ一人なんですけど、一人、私が見つけたのは一つのツイートなんですけど、コップの中の木漏れ日よかった、エイトメンバー全員揃っていてみたいなのがあって、私いないんですよね。はい、確かにエイトはたくさんいたんですけど、まあ、むしろなんなら私以外のエイトメンとセイナさんっていう謎のなんか、あれだったんですけど、いないんですよ私。うん、ツインテール見えちゃったかな。うん、あれツインテール見えちゃったかな、ちょっと、うん、おかしいな、いなかったんですよ。いや、すごい、でも振り付けが難しそうだったんですけど、いや、でも清野さんのお名前もあったんです、なんかちゃんと、なんかその方のツイートに、そのエイトメンバーとせいちゃんだったみたいなことが書いてあって、どうと思って。いなかった、いなかった、いなかった、うん、いてない、いてないと思って。まあ、うん、誰だったんだろう。誰だったんだろうなと思って、そう、それだけだから、と、多分他にもねいると思うんですよ、きっと。なんかエイトメンバー、あ、エイト、あれ見たら、エイト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 、あ、この曲はエイトを揃えたんだなって思った人は多分ね、ここにもいると思うんですけど、いてない、いてない。いてない、いてない。うん、まあ、でもその方が結構撮影タイムで結構遠目からの、なんて言うんだろう、あれを載せてたので、そう、チャンスの順番だったかな、を載せてたので、多分結構遠くから見てらっしゃったんだろうなと思う。まあ多分私のね、ジッパーの残像が頭に残ってたんだと思います。はい、ありがとう、嬉しい。恥ずかしいけど嬉しい。はい、残像が残ってたんじゃないでしょうか。そしてユニット終わって、トランプの数字に合わせろドッポンアンケートということで、まあ浜谷さんがまたやってくださって、残念ながらフルーツ盛り合わせはゲットできなかったんですけど、これはね、誰がやるっていうのは、あのエンジンの時にじゃんけんをして勝っちゃった。そう、私はなんかリハの時に適当にやったんですよね、本当にめちゃめちゃで、リハでは誰と、ナナさんと私がやったんですよ。そうで、それもなんか席に近いからっていう理由で私が選ばれたんですけど、まあいいやと思って、リハの時は当てちゃって、
うわっと思って、本番でも当ててやるぞと思ってて、そうエンジンでじゃんけんして、男気じゃんけん勝っちゃった勝っちゃった。そうで、まあ結局ゼロだったんですよね、本当は4当てなきゃいけないやつをゼロだったんで、ちょっとすいませんって感じなんですけど、本当にそうなの、手打ちそば、え絶対いると思ったんですけど、いないかな。えなんか多分カップ麺とかだったらいっぱいいそうだなと思ったので、なんかナルト下尾が食べたみたいな、カップ麺の話は聞いてたから、多分カップ麺だったらいっぱいいるんだろうなと思って、なんか手打ちだったらいる、えいないかな、4人も無理か。そうお店とかのお蕎麦とかでも手打ちじゃないですか、だからお店にお蕎麦を食べる人もいるんじゃないかなと思って、いや自宅じゃなくてもって思って4人いないかなと思ったんですけど、無理でしたまあ結局それだったらどうなってたんだろう、それも聞きたかったな逆にうん、それも聞きたかったですね。で、まあソロ曲。それでも好きだよ虫のバラード、フラワー3曲あったんですけど、それでも好きだよを披露させていただいて、この曲はすごい、なんだろう、歌詞がすごく好きで、なんかちょっと自分っぽいなーみたいなところもあったりするのかな、まあフェロモンなんてまあないしと思って選ばせていただいたんですけど、まあでもそう、やっぱりなんか声なんかいいっていう人だっての後のいるが聞きたかったなーと思って、またいつかできたらなって改めて思いますね、うん、それでも好きだよ大きな声で言って、ネガティブな私にもちゃんと聞こえるように、はい、でも嬉しかったその曲ができたことが、うん、これも初めてやりました、うん、衣装も可愛いからやりたいなって思ってたり、曲調もすごく素敵なのでやりたいなって思ってたのでできてよかったです、はい、なんか最初に渡された振り V が指原さんがやってるやつだったんですけど、踊ってるやつだったんですけど、なんか全然踊ってなくて、もう煽りにめっちゃ徹しられてる時の振り V だったんですね。そう、いや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 、これじゃ分からんよ振りと思って、そう投資リハの直前に聞いたら、あーじゃあ違う部位送りますって言われて、え待ってくれと思って、まあ私が直前に聞いたのがダメだったんですけど、あでももともとすごい好きな曲だったので、なんかあのなんだろう、あなたを見つめている私の視線みたいなところとか覚えてたから、こういうのもなんか別に振り起こしをしたっていうより自分の記憶で言ったって感じです。
本当にすごい好きな曲。です。それでも好きだよ。マジで。何回言うんだって感じかもしれないんですけど。で、なんか755のねコメント、これ755、あとこれに返信したらいいのか。コメントにね、なんかね、その指原さんがショールームを急に始めて、それでも好きで歌われたことを笑って拾いながら、そういう話の方が安心するねって言ってらっしゃったらしいんですよ。え、なんか誰言ったのと思って、嬉しいと思って、まあきっとね、私の名前まではさすがに出してないと思うけど、でもそうやってなんか嬉しいですね。なので、嬉しい。そんな感じでした。ほんで、あのそれでも好きだよの衣装はね、なんかその時は結構ちょっと時間が4曲ぐらいあったのかな。ユニット終わりでジッパー終わりで着替えてたので4曲くらいあったので、そう、写真は結構撮る時間があったので、それに関しては画質がいい写真を、画質がいいっていうか、そのちゃんと全身の写真を見てみて。ちょっと待って、探すね。ほら、これひななさんが撮ってくれた、これがあるので、これはインスタに載っけますね。また橋本の足が見れるよ、みんな。よかったね。そうで、これに合わせて、これとさっきのジッパーに合わせて音色をね、水色にしたんですけど、なんとこの衣装、手袋があったピエン、はい悲しいことに、まあ可愛いんですけど、せっかく頑張った音色が見れない。ピエン。うん。ああ。悲しい。だったらピンクとかでもよかったかな、音色。そう思ったんですけど。はあ。はい。ピエン。はい。まあいいんです。水色。今可愛いんで、めちゃめちゃ。そんな感じでございます。で、まあいろいろあって、2周年記念イベントありますねっていう話もあって、続いてジャバジャ希望的リフレイン大騒ぎ天国っていうことで、ジャバジャと希望、ジャバジャはね、私ね、富山ツアーで
AKB として初披露させていただいた曲だったりっていうのもあって、結構私的にも思い出のある曲だったりする。あと横山由依さんのポジションでした、希望的リフレイン。ありがとうございます。大騒ぎ天国マジで疲れた。はい、右から左、後ろから前、下から上、大騒ぎ、大変でした。めちゃめちゃもうなんかね、暇がないです、1秒も。もうずっと動いてる。あ、それは嘘、なんか途中でこうやって止まる、こういう止まる振りもあったけど、でも基本ずっと動いてて、でもなんかなんだろう、考えてくださってる先生が結構リズムとか歌詞とかに合わせて、その振りを考えてくださるタイプの先生なんです、だったんですね、この曲を作ってくださった方が。そうだからなんか覚えやすかったは覚えやすかった。右から左、後ろから前、下から上で大騒ぎ、ドキ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 して、大騒ぎ天国の振り付けはエリーが大好きな先生。あー、多分ね、あの先生を苦手とかいう人を見たことないです。そういうメンバー本当にみんな大好きな先生って感じ。なんか子供をなんか扱うのがうまい。大人数の人を扱うのが多分うまい。なんかひなださんみたいな感じ、本当に誰とでも仲いいみたいな。そうそうそう、そういうハイテンションタイプの先生なんですけど、めっちゃ、まあ、それもあってこの曲は本当に楽しく覚えれましたね。そうそうそう、大騒ぎ天国は世界で可愛い、一番可愛く踊れるのかな。めっちゃ間違えたけど大丈夫だったかな。なんだっけ、おでこに手を当てて、すぐわかるでしょ、生まれてから、あ、ここ間違えた、めっちゃ足間違えたんですよね、でも手は合ってたからバレてないかな、え、間違えたのバレました。めっちゃ間違えちゃったんですけど、はい、すいません。できなかった、なんか急にできなくなった。当日リハまでは全然超完璧にできてた。でこれでもテレスがかるでしょ、生まれてててててて、のところがめっちゃ間違えたと思ったけど、ポートしてる体温、よしできたと思って、大丈夫、私はできる、できるんだ、できるって思いながらやってました。はい、だから間違えてない、実際。それは嘘。放送で確認しますだって、怖、絶対覚えてない。でも撮影タイムじゃなくてよかった、間違えた瞬間が。映ってるかな、そこ、ちょっと待ってね、多分リハの時とカメラ関係とかもそんな変わんないと思うから、リハの映像を見て見るわ、一旦。カメラワークとかそんな、だってリハの時と変わんないでしょ、大体。スタッフさん、お兄ちゃんさんのライン、大騒ぎ。待って、あと 4% だ、充電やば、携帯撮影可能のチャンスの順番で振り間違えてた。いや、あれはごまかした。あれはちゃんと綺麗にごまかせてたから OK。 私が言ってるとこと合ってんのかな。
大丈夫、あ大丈夫です、カメラでは映ってない、え大丈夫絶対え、てかあれはあの手を間違えたっていうより足を間違えたんですよね。え、分かってるかな、どこの話か。あ、ここですよね。じゃん、今みたいに生まれぐるもの寝てはずれてくれた、今度は君の番だ、くじけちゃいけない、泣いてちゃいけない、長い冬の後には君、次の春がすぐそこに来てるのところですよね、きっと。そこですよねあれは足をひねったんですよ、一瞬ひねったっていうか、なんか間違えたんですよ、なんかうってなったんですね。そしたらなんかうまくできなかったっていう話そう、ごめんって。ごめんなさい。いや、ごめんなさい。そうですよね。みんなは撮ってたよね。そうだよね。ごめんなさい。以後。囲碁なんだよ囲碁気をつけますはい、パンダさんハートありがとうございます。さあ、でチャンスの順番方程速アンコールがありまして、チャンスの順番方程速度と優越感だったんですけども、チャンスの順、いい曲だよ、下をセレクトしてくれてありがとう、チャンスの、まあ、さっき言ってたんですけどです。で、方程速度と優越感、私歌割りのところ見ました、皆さん。ゆうなさんをお隣に従えてとか言うとあれなんですけど、従えて、どんなに嫉妬されたって関係ないじゃないって歌わせていただいたんですけれども、はい、まあ、ユーナーさんの間にされて、間に入って、どんなにねファンの皆さんに嫉妬されても、ユーナーさんに間に入ってくんなよ、おいおいって嫉妬されても関係ないんですよ、ここが私の位置なんで。そう思いながら歌ってました、私ははいそうです、楽しかったうん、誰かここいい、なんかここを撮ってくれてないかな、めっちゃ超いいところで ハッシュタグドッポーライブ、ドッポーはひらがな、ライブはカタカナをつけて、私ちゃんと偉いよね、なんか本当はこの台本上では撮影タイムは以上となります、撮影した写真はハッシュタグドッポーライブをつけてバンバン SNS で拡散しちゃってくださいっていうコメントなんですけど、こんなんなん分かんないじゃないですかね、ラジオとかもあると思うんですよ、なんか
AKB はい CBC.com とか分からんやんと思って、私はこちらドッポンライブ、ドッポンはひらがな、ライブはカタカナをつけてぜひ拡散してください。まあメンバーが使ってたら分かると思うんですけど、まあでもと思って、なんかラジオとかをまあよく聞いてるっていうと嘘なんですけど、私が好きな YouTuber さんがラジオをねやってらっしゃって、そういうのを聞いてるので、なんか大文字でハッシュタグ ANN とかっていうのをよく聞いてたりするので、なんか言ってみたいなーと思って言っちゃいました。はい、すみちゃんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。で、まあ写真撮影のね、写真はね、私、あ、待って、でもメンバーだけのはもらったけど、ファンの方と一緒に写ったのはもらってないな、そういえば。メンバーだけのはね、もらったんですけど、画質良すぎてちょっとなんか自分の顔がかわいくない。もらってない。いい写真。うん。橋本が真ん中にいるよ、みんな。いい写真だ。と思いながら。で、最後の曲ですね。あなたがいてくれたから。まあこれちょっと間違えちゃったんですけど、曲振りとか。あの間に言う言葉とかちょっと間違えちゃったんですけど、まあ私が本当に言いたかったことは、私が AKB48 で一番になれたのはファンの皆様がいてくださったからです。こんなにも素敵なステージを、素敵な景色を見せてくださってありがとうございます。この曲を応援してくださるファンの皆さんに届けたいと思って選びました。聴いてください、あなたがいてくれたからっていう始まりだったんですけど、間違えましたね。あの曲の中で言うあれとあの混ざっちゃって、そう、曲中ではね、泣け泣け、私も泣くかと思ったわこの曲歌いながらなんならリハの時の方ちょっとなんかうるってきてたわ。なんかね、私ステージに立つとやっぱ泣かないんですよね。なんかアイドルだっていうなんかあれがあるから、そう、泣きそうになったけどちょっと途中でね、なんか自分いい歌歌ってんなって思いながら泣きそうにはなったんですけど、そう、でもなんかリハの時はなんかほぼ感情無で、無じゃないですか無なんですよ、そうでこうやってあの日の歌が流れってみんなで歌ってたんですけど、あの泣くかと、てか泣くかと思った本当に。リハの時マジもううるうるやばかったです。でもステージ立つと大丈夫、ちょっとやばかったけど大丈夫って思う、大丈夫だった。泣いちゃダメ、なんか泣いちゃダメっていうか、なんかスイッチがどっかで入るんです。まあ曲中で言ったマジいいこと言ってるよ私これ私たち16人が今このステージに立てているのはファンの皆さんがいてくださるからです。今日無事ドボン独り占め1年記念ライブを迎えられたこと、本当に嬉しく思います。これからもたくさんの方の視線を AKB48 が独り占めできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。いい歌だ、あ、いいあれだいい、なんだ、いい煽りだ、煽り、うん、ちょっとこれはちょっと自分の中で上出来なコメントでした。結構、なんか多分これも言わな
きゃいけないって思って泣かなかった。なんかそう泣けなかったです。これを言わなきゃいけないっていうプレッシャーがあるから、プレッシャーって言うんですか、なんか気持ちがあるから、なんかやばいやばい、なんか喋らなきゃいけないのは私っていうのは分かってるから、みんな。でも私がさ、そこでさ、うぅってなってたらさ、この感想の間をどうするんだってなるじゃないですか。そうだから、もう言わなきゃいけないんだ自分は、言わなきゃいけないんだ自分はって思ってたから。そうね、言ってくれてたね、ハルピョンの言葉にグッときたってツイッターで言ってくれてたの見たんですけど、これかな、これだったら嬉しいですね。でも実は私ゆいゆいともシタオとも対戦してたっていう、そうびっくりですね、自分でも。でも全部自分でも本当に覚えてなかったので、うん、まあ誰も悪くない、私が対戦しすぎてるのが悪い、はい、すいません。はい、2人と全員と対戦してました、15人。はい、すいません、私も忘れちゃってたので。うん、なんなら本当に AKB48 の全メンバーで対戦してない人の方が少ないくらいだと思いますよ。太郎さん、ハートありがとう、キュンです、ありがとうございます。そうでも本当にそりゃそんだけやってたらって思いますけどね。マシロちゃんはなさそう、多分ない、称号マシロはね、早寝早起きさんだからね、うん、私と生活のリズムが多分合ってないんですよね。そうそうそう、うん、待って、私レイちゃんと対戦してなくない？西川レイちゃん、やばい、しなきゃしなきゃって、うん、ちょっと今度レイちゃんが公園出る時のドッポンタイム狙いますね私。やばいやばい、狙います。一緒に時間合わせしようって言うんじゃない、もうファンと一緒、ドッポンタイム、公演前のドッポンタイム狙う。やばくない？言えないです、一緒にやろうなんて、うん、そんな感じで無事終わりましたね、ドボン1周年記念ライブ。本当に楽しかった、うん、2周年ライブも出ますって言っちゃったので、最後の最後に。はい、頑張りましょう。
まあ1位で出るとは一言も言ってないのですごい自分のプレッシャーを下げとくファンの皆さんにはね、ちょっとかお尻痛い、ずっと座ってたから頑張ってもろて嘘一緒に頑張りましょうね。はい、そうです、エンジンもあのリハの前の挨拶もあの私が担当しました。確認したもん、ナナさんに AKB48 です、よろしくお願いしますでいいですかね、はい、そうとか、あとはエンジンはミーヨンさんがその全部段取りの確認とかをやってくださって、曲はこうで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 すよねみたいなのを言ってくださって、エンジンじゃあエンジンハルピョンみたいな感じで、えやばいと思ってどうしようと思って、リンちゃん隣がリンちゃんだったので、 AKB48 ドボンライブ行くぞでいいかなって聞いたら、ドボンライブ行くピョンでもいいよって言ってくれてそうでもそのりんちゃんの声がちょっとね大きくて、あのナナさんに「おいいじゃん行くぴょんにしようよ」って言われたんですけど、いやちょっとそれは無理ですって言って「行くぞ」で行きましただって「行くぴょん」って言ったらどうするんですか皆さん、「おう」って言うんですか、「ぴょん」って言うんですか、えなんて言うんですか逆に。ちょっと私はそういうガツガツ性がそこら辺のガツガツ性ですよね多分ないので、さすがに無理さすがに無理だと思って、行くぞーおーで行きましたはい、うん、その後もずっとりんちゃんがいじってきました、行くぴょんっておいと思っていじるないじるなと思ってそうい、うん、てそうです、りんちゃんのあのニヤニヤした顔で行くぴゃん岡部そう、りんちゃんなりのね私への緊張のほぐし方とかだと思うんでさすがにでも言えなかった、ぴょんとは言えません、橋本はそんなノリですでもバカにしてるわけじゃないですよ、りんちゃんはバカにしてるって言って言われてるけど、今コメントでなんかそうやって緊張を解いてくれたりとか、なんかその なんて言うんでしょうちゃんと周りを見ての発言だから、なんか別にバカにされてるなってこっちも感じてないし、そうそうそう和ませてくれるっていうか、そう愛のあるいじりそれです、はい、うん、まあ岡部は分かってますねこれアンダレ見てない人からしたらさ、ちょっとこいつ何言ってんだって言われる、アンダレじゃないや、アンロケ、あんたロケロケターボ、そうそう岡部は分かってるんで、はい、そういうことができちゃうのが岡部なのでこれアンロケ見てない人からしたら、お前何言ってんだよ、俺のりんちゃんに何言ってんだって言われるかもしれないけど、やばいやばい違います、あんそう言ってくれる、そう違う、そう言ってくる人には言いたいですね、私はお前は岡部のこと分かってないじゃないかって逆に
アンロケ見てないんかって。はい。私が言います。そうそう、サットさん、ハートありがとうございます。エイトの日の MC の時も誰か言ってた気がする。だってうわ、森のパンダさんと対戦してます。こんにちは、ピョンズ。ケニーさんハートありがとうございます。ネバーストップさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。モノクロームさんかな、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。オノッチさんハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。最後の影穴も素敵、ありがとう。まさかカメラがあるとは。スタンドフラワーもドボン仕様でかね、可愛かったです。めちゃめちゃ紫だったんですけど、なんかトランプがところどころ、あの755にはねちょっと共に写ってるのを載せたんですけど、またツイッターとかにも載せようかなって思ってはいるので、いっぱい写真は撮っていただいたので、そうスタッフさんに、なんかもともとはマネージャーさんにその言われたんですよ、なんかあのいけないけど、なんて言われたっけな、あった、こちらのお花が来てました、現物は見に行けないですがお写真でご確認くださいっていうのが来てて、え、見に行けないのと思って、見えんじゃんそれはと思ってたんですけど、見に行けました。あ、見に行けたっていうか、その持ってきてくださって、そうそう嬉しかった。サクタロさん、ミラボールありがとう。これさ、なんで紫だったんだろうっていうのはすごいちょっと気になって疑問なんですけど、なんでなんか、なんでそう、多分リボン、でっかいリボンは八王子だからかなと思って、今年のラッキーカラー、やっぱりか。なんかね、ママにこの写真をね送ったらね、え、なんで紫なのって聞かれて、え、今年のラッキーカラーだからじゃないって私が適当に言ったの。当たってた。イエーイ。そう、私のスタンドフラワーが一番可愛かったです。自信ある。うん、なんかどんどんどんって、結構セナタンのとか、でもセナタンのも可愛かった。そう、でも自分のが一番可愛かったっていう。なんかね、一番なんて言うんだろう、なんか異彩を放ってた。そう、え、これ思ったんです、1と8は分かるんですけど、なんで13だったんですか、キング。なんとなく、チーム K、
すまん、そこまではわからんかった。色も緑、なるほど。わー、愛って怖っ違う、ありがとうございます。ほんとだ、あ、エイトは青で、あ、今気づいた。確かに B じゃなくてよかったね、まだこの時うん、 B じゃなくてよかったですね、皆さん。 B はないですから。 A、K、 あ、 B だけないんだ、どうすんのどうすんのとか言ってよかったね、 K で。え、おしゃれ、ちょっとやるじゃん、みんな。何よ、みんなやるじゃん。自慢のピョンズだわ。うん、ガチャピソさん、ハートありがとうございます。すっげーな、やるやん急にちょっと今感動です。感動っていう言葉を今感じてます。昨日新幹線で見えた富士山が綺麗。今日ね、ひだちゃんとそのレッスンで会ったんですけど、ひだちゃんに言われました。ね、八王子ってさみたいな、富士山見えたでしょって聞かれて、完全に移動のバス寝てたなと思ってうんごめん見てないって言ってました。寝てた。うん、爆睡ピーポー、イエイエイ。え、てか寝ようと思って寝てたわけじゃなくて、なんかこうやって台本をこう iPad にね入れてたので、こうやって見て覚えながら、うん、バスだからみんないるから声出せないから、こうやって言ってたら寝てた、気づいたら寝てた、こうなってましたはいうん、八王子ラーメン食べました。待って、56分、やばい。食べた人、こんなさ、のんきに八王子ラーメンの話してる場合じゃないんだよね。もう56分だから終わらなきゃ。
え、聞いてください、高見菜さんのサインが飾ってあった、サインがあったポスターがあったんですけど、そう写真撮るの忘れたっていうか撮れなかったんですよね。そうなの、もうバタバタ、なんか帰りに撮ろうと思って絶対帰りに撮るぞと思ったんですけど、バタバタしてて帰りめちゃめちゃそう、うわー撮るの忘れたと思って辛い、めっちゃそれがマジ心残りです。めっちゃ色あせてたポスターマジでつらい、もうピューン。ということでランキングいきます。1位作太郎とドボンライブお疲れ様でした、可愛かったです、ありがとうございます。2位サプライズレバーさん、ありがとうございます。3位くじの大吾、あとこれいる謎の軍団結成されてるすみちゃんずさん、ありがとうございます。4位ポクレンパサランさん、ありがとうございます。5位パンダさん、ありがとうございます。6位すみちゃん、あと最高のステージをありがとう、思い残すことはない、わら、うん、ダメ、2周年記念ライブ、うん。3位、あ間違えた、7位サットアットすみちゃんずさん、ありがとうございます。4位間違えたなんで間違えるんだろう、8位竹にあとハルピョンズさん、ありがとうございます。9位、北里公平さん、ありがとうございます。10位ギャローさん、ありがとうございます。11位ネバーストッパーあと、推しを一番にする喜びをドボンから教わったさん、待って時間ないごめん。12位マックミックさん、13位 YK あと昨日はドボライオツピョン、来月の放送は見逃せんねさん、ありがとうございました。そして本日のラッキータジジョーチーはユーアットイッチャンさんです、ありがとうございます。ということでそれでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。さい、はい、先のようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃった、山県代表ハルピョンこと橋本春菜でした。あ、意外とすぐ終わった、イエーイ、ありがとうございました。ちなみに今日のじゃんけんは勝ちました。イエイ。それではバイバーイ。おやすみなさーい。